どうも皆さん、カイトです。東方ルナライツをご存知でしょうか？こちらは2019年2月26日に Steam でリリースされ、後の2020年12月17日に Nintendo Switch でリリースされたゲームになります。こちらをクリアまでプレイしたんですが、良質な時間停止メトロイドバニアでしたね。まず東方とは何ぞやと思う方も多いかと思うんですけど、ゲームクリエイターのズンさんが立ち上げている同人ゲーム同人音楽制作サークル上海アリス弦楽団のゲームタイトルを示しており、東方ルナナイツは二次創作ゲームになりますね。その東方作品の初期作品、東方高魔教のボスメイゾイザヨイサクヤを主人公に据えた作品です。今回は東方を全く知らないカイトでも楽しめるのか、ジャンル、ストーリー、魅力を簡潔にお伝えしたいと思います。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずこちらのジャンルを説明すると、メトロイドバニアを融合させた 2D 横スクロールアクションだと感じましたね。東方作品は縦スクロールのシューティングに対して、こちらは探索要素がふんだんに盛り込まれた男女もの。主人公であるサクヤは主人のメイドでありナイフ使い、そして時間を操る程度の能力というオプションがいい味出してますね。ナイフをバンバン投げながら敵を無双し、メトロイドバニア特有のアイテム収集、スキル解放などをしながらクリアを目指していくのが主になります。次にストーリーなんですが、コーマ館の上司であるレミリアが作り出した幻想郷に非常に似ている世界ルナナイツに送り込まれてしまったサクヤ。彼女はレメリアが仕掛けた数々のトラップや刺客たちを退けながら脱出を志すというお話。東方を一通りプレイしたことがないと把握できないかというと違って、内輪ネタなどは一切なかったのが印象的でしたね。そしてこのゲームの魅力を説明すると、1、滑らかに動く 2D グラフィック。デフォルメが全て 2D で表現されているのですが、非常に滑らかに動きます。キャラデザが可愛いのは言うまでもないんですけど、立ち動作から予備動作、アクション要素など全てが細かく表現されていますよね。最近のゲームだとロストルーインズに少し近い感じがしました。ボスに関しても攻撃スタイルによってワンモーションずつ違うのを飽きさせない工夫になり、このゲーム最高じゃねと思わせてきますとか言いながらも、雑魚敵であり、チュパカブラやドラゴンのグラが普通に可愛いのはずるい。2、スタイリッシュに動きながらの時間停止。ザ・ワールド、時を止まれと感じさせるかのように、サクヤが使える時間停止能力が楽しいんですよね。戦闘序盤では手に入れることができないんですけど、途中でニトリというキャラからもらえるアイテムによって発動が可能になります。これがマジで強くて使えるんです。時間停止という名の通り、タイマー時間内であれば空間を止めれて攻撃なども加えることができるのが楽しくて、こうやってナイフを空中に漂わせて解除して攻撃みたいな感じもできます。ギミック操作でも使うことになるので、早々に使い方を指になじませていくと便利ですね。またスネイルといった3秒間だけサクヤ以外のスピードを減少させる能力も使用可能になるので、うまく時間停止と使い分けながらのスタイリッシュさを生みます。恒例の2段ジャンプやスライディングは後々手に入れることができ、快適にプレイできますのでご安心を。こういったアクション要素をふんだんに取り入れてのゲーム性が大きく良かったです。3、演出の豪華さの弾幕加減。各フロアごとにボスとして登場するキャラとの掛け合いも楽しいのですが、何よりも戦闘での演出が素晴らしかったですね。弾幕という攻撃の嵐を時間停止とスネイルで避けながらも敵にダメージを与えていく。絶対に避けれる場所が存在するのも無理ゲーにしないと感じ取られました。特にレミリアとの戦闘が楽しくて、初見ではやられるようなスタイルに度肝を抜かれましたね。いやはやこういうの待ってた。ボスごとに演出の派手さも違うので、そういった部分も楽しめる要因かなと。微妙な操作性を求められる箇所もあるので、もし PC でプレイされる方はコントローラーを推奨します。4、クリア時間はだいたい6時間ほど。金額も1800円ぐらいで、ストーリーメインで進んでいけばだいたい6時間ほどでクリアできるのが東方ルナライツ。探索を全てこなそうと思えば9時間から10時間ほどでいけるなと感じましたね。何かするゲームがなくて困っているなら手に取ってプレイしても悪くないかなと。これぐらいが一番楽しい。以上が魅力になります。東方キャラが織りなす横スクロールアクション、東方ルナナイツ。時間停止という時を止めながら探索したい方にはぜひプレイしてもらいたい作品です。よければ皆さんもサクヤを使ってナイフマスターしてみませんか？きっと彼女の魅力にハマってクリアまでプレイしちゃいますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいれば、チャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。